皆さんこんにちは、サックス講師のあずです。今日は、ビブラートの入門編をやりたいと思います。まずビブラートとはどういうものかやってみたいと思います。音を揺らすんですけど、それによって歌心がこう伝わるみたいな感じで、より音にも広がりが出ますし、演奏にも色がついてくるというか、ちょっとこう色彩が豊かになって、ぜひかけてもらいたい技術ではあるんですけれども、まず音を出すロングトーン、一番最初に皆さんやると思うんですけど、これをちょっと発展させる感じになります。で、まずシを使ってロングトーンを少しやってから、音を下げるということをやるんですけど、どういうふうに下げるかというと、下唇を、口をうからおの状態にこうするような感じで、ちょっとリードをこうスライドさせるような感じで、音を下げていきます。で、息はまっすぐのままです。なるべくまっすぐのままで、最初は、息の方向も変えてもいいんですけど、ゆくゆくこうまっすぐでできるようになりましょう。こんな感じです。だいたい、今シでやってるんですけど、シから、半音ぐらい下がるぐらいまで下げられたらいいと思います。イメージとしてはこんな感じの音をイメージしながら、シの指のまま口でこういうふうに、下げて戻ってくるっていう、動作をやります。よく、下げるときに唇が、真下にこう下がってしまって音が変わらなかったりとか、いろいろこうあると思うんですけど、いろいろ原因は考えられるんですが、一番の原因は多分、息のスピードが落ちてしまうことじゃないかなと思います。息のスピードが落ちないようにちょっとクレッシェンド気味に吹くような感じで、オーバーめにやったらいいと思います。最初は本当にこう極端にうーと、極端にかけることをおすすめします。でこれをやってくると、だんだんかけるこう顎の感じとか唇の感じが少し分かると思うんですけど、同時にロングトーンもまっすぐ伸びないという人は、ロングトーンも少しまっすぐ伸ばすイメージが逆にこう、ビブラートの練習をすることで分かってくると思います。アンブシャーといって口の形もちょっと、それで、ロングトーンの時にどういう風に、なんていうか固定すればいいのかとか、決めればいいのかっていうのも、ビブラートの練習法で分かってくると思うので、ロングトーンがまっすぐ伸びないとか、悩みの人にも一回こういうのをちょっとゲーム感覚でやってもらうといいと思います。ということでした。